ベルトファン・マルバイクは、オランダ東部のデーフェンテル出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。娘婿は、元オランダ代表のマルクファン・ボメルである。1969年、ゴーアヘッド・イーグルスで、プロデビュー。ミッドフィルダーとして活躍し、オランダ国内のクラブを転々とした。1975年には、ユーゴスラビア代表との親善試合に出場し、 代表ギャップ1試合を記録した。MVV マーストリヒトに所属していた1982年、現役の選手でありながら同チームのユースチームコーチを任され、指導者としての道を歩み始める。1986年にホルトゥナシッターと2位席後、現役を続けながら、アマチュアクラブ SV メール戦のユースチームの監督を兼任した。 監督業に専念するため1988年に引退、国内のアマチュアクラブの監督として3チームを渡り歩いた。1997年には、ホルトゥナシッターとの監督に就任。マルク・ファン・ボメル、フェルナンド・リックセンといった後のオランダ代表選手を育て上げると、1999年に、KNVB カップで決勝までチームを率いた手腕が評価され、翌2000年に、 フェーノールトの監督に就任。国内リーグを制することはできなかったが、2002年に、オノシンジ、ヨンダールトマソン、ピエール・ファン・ホーイドンクラを率いて、UEFA カップを制した。2004年、ボルシア・ドルト・ムントの監督に就任したが2006年シーズン、半ばで辞任。翌年から、再びフェーノールトの監督を務め、KNVB カップを制覇。2008年8月より、 マルコ・ファン・バステンの公認として、オランダ代表の監督に就任。2010年の FIFA フフワールドカップで準優勝に導く。しかし2012年の UEFA 欧州選手権では、グループリーグを参戦全敗に終わり、契約期間が2016年まで残っていたが、この責任を取り6月27日に辞任した。2013年9月、ハンブルガー SV の監督に就任。 しかし順位が広角圏に突入するなど成績不振のために2014年2月15日に解任された。2015年8月25日、サウジアラビア代表監督に就任。2006年以来のワールドカップ本大会出場を決めたが、マルク・ハン・ボメルやアドリー・コスターといった契約が終了したテクニカルスタッフが解任され、 自身も本大会に向けての契約延長交渉の中で、月に23日間国内に泊まり、国外に出る場合は許可を得なければならないという条件を出されたことで、延長を拒否し即退任を決めた。2018年1月24日、サッカーオーストラリア代表の監督に就任した。2018年7月14日、サッカーオーストラリア代表の監督を退任した。 2019年3月20日、サッカーアラブ首長国連邦代表の監督に就任した。2010FIFA フフワールドカップ南アフリカ大会の抽選会場で同じグループ E になった日本代表の岡田、武史監督と会話した際、本人に向かって、ところで日本の監督って誰なのと発言した。また、同大会の試合前に岡田が握手を求めたのに対し、 握手には応じたが偶然とした態度でオランダ語で、お前は面倒な奴だと言い放ちその場を去ったと報道された。この行為に対し、中国でアジア人を見下しているなどの非難が相次いだ。後にファンマルワイクは、握手は2、3秒で、岡田監督がそこにいたとは思わなかった。岡田監督を見下しているわけではない。私はどんな人にも敬意を持っていると釈明した。 ありがとうございます。